ホリー・ホリデイはアメリカ合衆国アラバマ州生まれの女優である。1937年にアラバマ州ジャスパーに生まれる。女優になる前はアラバマ州とフロリダ州においてピアノ教師をしていた。その後、フロリダ州サラソータを拠点とする劇団のオスロ・シアター・カンパニーに0年在籍。1973年にはニューヨークへ移り、ブロードウェイデビューも果たす。 そこで知り合ったダスティン・ホフマンとは友人であり、その後も映画大統領の陰謀などで共演した。テレビドラマへの出演でも知られており、1979年と1980年には出演したテレビドラマアリスにおいてゴールデングローブ賞を受賞している。日本でもジョーダンテ監督、ザック・ギャリガン主演のグレムリンにおける維持役場さんのディーグル夫人役や、 ロビン・ウィリアムズ主演の大ヒットコメディ、ミセス・ダウトの気難しい隣人の老婦人役などで知られている。舞台への出演においても、その演技力が評価されて1994年には、トニー賞へノミネートされたほか、エミー賞に3回、ゴールデングローブ賞に4回された経歴を持つ。ありがとうございます。